おい、ジャン君。カメラを用意すると必ずここに来る、ジャン君。不思議だね。スマホだとに、あれ？なんでテレビついてるの？消したの？これ反応が悪いのか。あ、全然ダメだ。はい。はい。一つ、事件ではないんですけどね、一つピクミンをスマホでやると、10日で1ギガ使うことが分かりました。パチパチパチ。1ギガのプランです。なのでプランの変更をするかピクミンをやめるかしかない。ピクミンをやめると歩かなくなる。健康を取るか1000円追加するか。1000円で健康を買うっていうことにまあなるかな。それか、今 au なんですが jcom に変えるっていうプランが一つあります。 jcom は他のもの、携帯以外、スマホ以外は全部jcom なので、au から jcom に乗り換えるとなると一体いくらになるのかなは jcom の人に聞くしかないですね、ということです。ピクミンはやろうかね。そのせいで黒犬おじさん朝、今日も朝なんだか知らないけど4時ぐらいに目が覚めちゃったので、6時にうっすら明るくなったぐらいで歩きに行ってきました。小雨降ってたのに3500歩歩きましたよ。はい、ありがとうございます。ピクミンさんのおかげです。ただ、マオイさんはもうピクミンを可愛く育てているようですが、いまだに何が面白いのかもう一つ分かってないクロケンパパです。育てるだけだとそういうのがね、なんか言うんだけどへーって思うだけなんだよな。なんかそれを励みにしなきゃね。もうちょっと理解すればやったーってなるのかな、ということでした。ジャン君、ジャン君、ジャン君、ハッピーバレンタインです。今日は2月14日です。よいしょよいしょ。ジャックごめんね。さあそこをどいてくれると、あ、ポンちゃんだ。ポンちゃんみたいでしょ。まるでポンちゃんだでしょ。なのでジャックちょっと邪魔してますけど、はい、ちょっと贅沢な、ちょっと大きめなやつ買っちゃった。これが一番ポンちゃんっぽかったので、うん、これよりちっちゃいのもあったんだけど、でそれと、はい、あ、この箱入れ物もか、あの紙袋もらえるんだけど可愛いでしょ。ほんまやね。でね、これがね、先に見つけたのコーヒー、はい、コーヒーチョコ。いいじゃない、いいじゃない。そう、あ、2種類、黒犬とハオイね。ケイとエイチかい。ホンジュラス、ホンジュラスとこっちが、ケニアのチョコレートです。かわいいよね、入れ物も、いいね、すごいかわいい。はい、ということで、だから開けよう開けよう。開けるのね、どっち先、こっち先。はい、中縫います。中はね、こういうやつで味がね、いろいろみたい。カカオキャップ、なんか美味しそうだよ。なんか、ね、ちょっと大ぶりな丸の球体のやつですね。なんかね、味がね、ダーク、ミルク、ホワイト、ストロベリー、抹茶、ヘーゼルナッツ、オレンジ、チョコバナナとか、なるほど、なんかいろんなのが入ってるみたいなので、こうどれが食べたいかなって言って、うん、これを見て色を選んでください。わかりました。あなたには毒です。あとこっちは、こっちは、ね、はい、はい、これがハーベスト、ホンジュラス、ホンジュラス、なんだハーベストって、オニバスコーヒー、ホンジュラスとケニア、ホンジュラス産コーヒー、
こっちがホンジュラスじゃない、ケニア。なんか書いてあるよ。こっちが、ホンジュラスは、ここで色が変わってるね。下と上。プルーンやベリーを思わせる上品な甘みと、カシスのような香り高くエレガントな味わいが印象的なホンジュラスのチョコ。はい。と、こっちが、スイートレモンのような甘さとキレのある酸味を持ち、雑味のないクリーンな口当たりが特徴のケニアさんです。はい、はい、ありがとうございます。よかったね、チョコ。みんなで食べようって言っても人間だけね。そうだね。はい、ジャン君はお預け。ジャン君なしねって言ったのは実は嘘です。ジャン君にはチョコは食べられないので。はい、ハッピーバレンタイン。ポンちゃんが気づいたらすぐに乗ると思うけど、ポンちゃんは寝ています。今がチャンスだ。はい、ジャン君、バレンタインおめでとう。いいね、ジャン君。どうですか。すぐには乗らないの。ジャン君ってすぐには乗らないの。奥ゆかしい。はい、ありがとう。